ホーム臨時校舎口改札駅構内にある登山計画書提出場御嶽竹駅は東京都大梅市後竹本町にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC69、武蔵御竹神社や闇竹山、高水山山などへのハイキングの入り口である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。6両編成分の有効長を確保している。 お梅駅管理の業務委託駅であったが、2016年4月1日より、無人化された。自動券売機、簡易水化改札機が入場用1台、出場用が2台設置されている。登山客が多いため、登山計画書提出箱が設けられている。ホームは、駅舎よりも一段高いところにあり、駅舎への通路は一番線の下をくぐる形となる。 エレベーターなどのバリアフリー設備は設置されていない。列車は各駅停車のほか、堀で快速奥卵や降落向けの臨時電車が停車する。2019年2月15日のリニューアルオープンにより、待合室の整備がなされて、情報発信スペースが追加された。また、コンコース強化とレンタルサイクルを設置した。同年3月24日にリニューアルイベントを実施。 東駅始発を埋め、立川方面行きの上り普通電車は一番線から発車する。それぞれホームに乗車口が表示されている。以前設定されていた、東駅始発のホリデー快速三立号も一番線から発車していた。JR 大梅線の前身、大梅電気鉄道の終着駅であり、ホームは広く、奥多摩方には両側に階段のある臨時降車口もあった。 毎年12月31日深夜から翌1月1日未明に、かけ、立川温岳館で終夜運転が実施される。2番線外に退避線が1本あり、回送電車の退避などに利用されていたが、2019年に使用停止となり、その後、廃止、撤去された。2014年度の1日平均乗車人員は683人で、ある。近年の推移は、 下記の通り、御嶽駅近辺には、玉堂美術館、せせらぎの里美術館、御嶽美術館など美術館が多い。この地域は、御嶽渓谷として、玉川と大梅街道に挟まれる形で遊歩道が整備されていて、喫茶店やギャラリーがあり、ハイキングをしたり、カヌーに興じる人たちもいる。大梅街道上にある、御嶽駅前、御嶽駅となる、注釈出店。 ありがとうございます。